聴覚ネットワークの秘密私より強い昇格者と関わってるなら簡単には話せないってわかるでしょ長生きしたいなら面倒事には関わらない私からの忠告だよでもいつも面倒事の方からやってくるんだよね ヌナ様から力をもらったけど、強くなった気がしないよ。昇格者なのに。そういえば、昔の私って、怖かった。あいや、今のは忘れて。はいい。言わなくていいから。私と約束して、何があっても生きるって。 生きるのは難しくて、全力でないといけないから、大変だよ。でも、生きてほしいんだ。うん、生きてほしい。そういえば、昇格者として、人間のプレゼントをもらうべきじゃなかったような、立場を忘らず、肝に銘じておかないと。 あなた以外、自分に嘘はつかないよ。あなたは特別だから、そういう扱いをするだけ。<noise> おはよう。今日は元気満々だから、あなたの仕事を一日中見てるね。 仕事を手伝おうかその目は何口にはしてないけどなんかバカにされてる気がする「<laughs> 寝ていいよ寝ていいよ起きた時仕事をサボったあなたを笑うから」 <laughs> くそ…なんとか反撃しないといや何も言ってないよなっ戻ってきた違う幻かも。 本当だ <laughs> よかった <laughs> 本当だ